って思った方、はい、ドレッドにしました。梅雨っていつまで続くんかな、長えな。お、やってるね。何やってんの？課題。家庭総合。高校3年生の問題？高校2年生だね。え、お前19歳で高校2年生？そう、2回ダブってるから教科書 P56 ページ母乳栄養とは。お前ちょっとエロい授業してんな。そうだよ、だってこれの1ページ前あれだよエイズとかの話だからね。あ、お前勉強した方がいい。それはちゃんとね、否認しようねって。うん、否認しよう。朝っぱらから何言ってんだよお前。ひじてぃ、どうも、サイグワです。あー、ドレッドになってる。今回のドレッドはですね、結構短めっすね。ドレッドにして戻して、ドレッドにして戻してってやってるんですけど、どうやってドレッドしてるんですかっていうリプが結構来るんですよ。そんなドレッドにしたいけどどうやってドレッドすんのって悩んでる君のために、俺ら流ドレッドの仕方を紹介したいと思います。俺ら流ドレッドのやり方、てれん。ステップ1、逆立てる。ステップ2、三つ編みにする。ステップ3、毛先を逆立てる。ステップ4、エクステを巻きつける。ステップ5、かぎ針でチクチクする。かぎ針とは家庭科のやつ。ステップ6、もう一度逆立てる。ステップ7、またチクチクする。完成。いい感じに取れた。はい、というわけでこんな感じでドレッドをやりました。計何時間かな、今回は計5時間とか6時間ぐらいかけてやりましたね。誰でも簡単にドレッドができますので、ご家庭で皆さんやってみてください。おはようございます。おわせすれば、おはよう。なんでほら、ジェニー。おい、久しぶりです。久しぶり。髪の毛髪の毛変わった。そう、ドレッドにしたんだよ、また。あとさ、お前一つ言っとくわ。めちゃめちゃ恥ずかしい画像動画に出すなよ。ドン。これ超懐かしいよ。高校2年生の時の私と、これが高2、高3だった時のアマリリスボムです。お前、俺も親戚の親父みたいな感じで動画見てたら、あれしかもなんで持ってんだあれ。いや、なんか昔撮った写真が、でも2015年に撮られた写真で、それ出てきて。怖いよこいつ、ちょいちょい出してくるからね、昔のやつ。めっちゃ髪の毛切ってるよ。そうなんよ、まだ撮れてるよ。そうなんよ。偶然会いましたね。聞いてほしいよみんな。はいはいはい。今 YouTube で一番にぎわってるといえばさ、なんだと思います？逮捕ドッキリ。あ、違う。違いますよ。違います。なんすか。FIFA のワールドカップ。ああ、そうだね。もう日本代表ね。はい。半端ねえつってね。もうその半端ないって、もう半端ないじゃん。あいつ半端ないって。盛り上がってますけど。違う、俺関係ない。出てないもん俺。わかりました。あれですか？なんですか？好感度高い男性YouTuber ランキング。正解。いやいや、家族何位だった？俺はあの一票やから。一票？誰から一票？あのミキポンさんから。ああ。俺元カノいたのにゼロ票だよ。それはできない。今回俺思ったわけですよ。せっかくこんなメンツいるんだから、はい、どうしたら俺は好感度上がるのかなと。俺の悪いところを言ってもらって、俺は今後直していきたい。それ明確やな。明確。明確。なんですか？人見知りやん。自分から変わりに行くのせえへん。そうね。まあそれはある。そう、多分あったとしても、そういうがっつり話せへんから。まあそう。人見知りやから。見えてきた途中ね。その人はどういう人かっていうのが見えへん時点で終わってまうもん。そう、確かにあるね。で、ジェニーは誰に入れたの？ジェニーも票持ってたわけでしょ？女性 YouTuber だから。入れてない。持ってたんですけど、うん、あの、お渡し会と重なって結局出してない。俺一回ジェニーじゃ言ってみよう。今この時点で誰に入れてたかっていうのを、うん、まず一人が高鍋さん、うん、ああ、高鍋さんね、すごい気遣いがやばいと思って。で、二人目が誰だったっけ。文人さん。いや、違う。もう一人が、カイトさん。おい、え、確か、あ、でも間違ってるかもしれない。気使ってるっしょ。ちょっとこのままでやるからみたいな。で、最後ですよ。で、最後が、だからアマリリスボムっていう。うん、まとめられちゃったね。まとめちゃダメでしょ。まとめた。
若い。どういうこと、どっちやねんってなるよね。ジェニーが入れるときはもしかしたら一票あったかもしれない。かもしれない。なんでお前入れないの。どうしても一票欲しかったもんね。じゃあ人見知り直したらいいの。あ、全然人見知り直す。他はとすぐにチンチン出すくせやがって今ね、すごいよ。もうチンチン出した動画全部年齢制限。いや、もう今ほんと YouTube 怖いよ。勝手に決めちゃおう、この4人で。この4人誰だよ。好感度高い女性 YouTuber 一人だけ選ぼう。一人だけ、一人だけ、一人だけでしょ。うわぁ、うん、一人だけ、一人だけ。せいから、関根梨沙さん。おお、なぜ、人妻感がいいな。お前、下心。それ下心だよね。うん、じゃあジェニーは。え、私はサーヤちゃん。あー、サーヤちゃんね。わかるでしょ。いいね。俺とタメくらいでしょ。タメだよね。私たちタメだよ。あー、いや、いいね。可愛い。まあ、わしゃももわかるでしょ。いや、わかんないよ。誰誰誰、ピキポンさんです。俺か。はい、そうね、俺好感の高い YouTuber 古川優香。ふざけてんじゃん。だって、なんかしないじゃん、もう。言いたかっただけやん。皆さんご協力ありがとうございました。はい、あ、これでまた元カノとめちゃめちゃ気まずいな。実質トロの1位は、うん、アヤナンかな。絶対そうだよ、そうだよな、俺も古川か綾なんだもん。次回の動画も